動画的にはいきなし、ここがね、味持てると思いますけどね。要はね、何かというと、すっかりね、あの後ね、疲れてね、疲れながら運転してたんでね、全く一言も喋らずにね、気がついた動画を回すこともすっかり忘れてね、カメラもなんかわけのわからんところ、ポンと向いたままね、一応どっかボタンになっておったんですけどね。そう、今、家でね、車を降りる時に、って見てみたら、録画ボタンが押しちゃったら、あ、そうや、なんか喋ろうと思っとったのに、結局何も喋らんと、そのまま家まで帰ってきてしまったんで、一応ちょっとおさらいをね、しようと思います。もうね、11時過ぎ、11時半ぐらいになってるんでね、まあ、道中ね、ちょっと休みながらとかね、休み、来たんでね、やっぱ、言うて疲れましたからね、そう。ということでですね、一応買ってきたものとかね、おさらいをしていきましょうという感じでございますね。で、まずは、国分寺寄った時にね、買ってきた、いただいてきたのが、このね、お守りね、買ってきましたと、それでね、健康祈願という感じですね、うん、ね、ということでね、これで健康間違いなしでしょう、健康祈願ですね。で、同じくこれ国分寺さんでこれ買ったんじゃなくてね、いただいてきたやつなんですけどね、こんなような、文化財の志摩市の文化財についてまとめた本がありますので、ぜひ参考にしてもらってね、その動画投稿の参考にぜひご利用くださいっていただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。こういうの本当に助かりましたね。これね、志摩市の教育委員会がまとめてるね、ガチンコのちゃんとした資料になってますんで、写真付きのね、こんな感じで、資料で、これね、無料で配布をしておるらしいんですよ。宇和田駅の観光協会の観光案内のところとかに行ってもあるにはあるらしいんです。全然私も気づいてなかったんですけどね。まあ目立ったね、島スペイン村とかね、観光地のね、案内ポスターとかの方がやっぱね、目立つんで、これちょっと地味な存在らしいんですけど、ね、無料で配ってるんで、よかったらどうぞってね、いただきましたね。これね、ちゃんと、道中でもちらっと見せましたけど、観光用のね、観光用じゃないですけどね、どこにありますよっていうね、地図がついてるね、これありがたいんですよね。おじさん世代なんで、ナビね、ご覧の通りね、ナビを使わない旅をしますんでね、そうするとね、やっぱ、地図はね、見るの強くなりますから、こうやって見たらね、ああ、そこでこういうのがあったらいいのかなって、大体ね、当て感がついてきますんでね、結構広域ですよね、ほんと、しまし。が全部書いてあるって感じですね。うん。そうですね。ゴティのところから、一番先だとワグの先っぽとかにもあるもんな。これはちょっといろいろと見るところがありますね。ということで、これもちょっとね、ぜひ、行っちゃいましょう。完全制覇目指してね、やってみたいと思います。まあちょっとね、さすがにね、これは時間がかかると思いますんでね、一日で回りきれる量ではないからな。細かいところもいっぱいありますからね。さあ、っていうのなんで、まあちょっとね、他の企画と、まあどうせね、また一応2箇所、4箇所か、残してきてますからね、そこもね、見立てらね、行っていきたいなと思います。で、ね、国分寺さんが、独自で作ってるね、一応由来のやつとかも、資料もね、いただいてきましたね。いろいろね、説明もね、いただいてて、何してね、本能のね、大仏様、ね、見ることできましたからね、本当にありがたい話でございます。いや、本当ありがとうございました。ということでですね、この辺りのところをまたこれをちょっとね、参考にさせてもらって、ぜひね、ちょっとやっていきたいなと思います。これ本当にね、見応えありますよ。うん。寺社仏閣とか、そういったの、ね、好きな人いたら、いろんなね、像のね、言われとか、この辺りにある、いろんな、今パッと来たら、木造大日如来座像とかね、これはどこだ、賢章寺さんとかね、あと安城寺さんのところにある、木造薬師如来座像とかね、もう写真付きでね、こんな感じでね、細かい説明、ちゃんとね、言われとか、高さにどういうような作り方で、いつこれを作られてるとかっていうデータが全部載ってますね。これは、本当にありがたいです。あちらにはちょうど開いたところは、ちょうど芝国分寺、今日行ってきたところのやつでしたね。の本堂っていうことなんでね、そういうふうになってます。これも1843年、すごいですね、ということでございます。いろんなね、話も聞けましたね。それはね、ちょっと、今回はね、アフレコで出るような形になると思いますけど、普段はね、うちがね、その場でバールショップでもやりますけど、今回ちょっとね、ちゃんとデータ資料をね、いただいたんで、これをね、ちゃんと、使って、一応っていうかね、うちにしてはちゃんとまとめた形でね、珍しくちゃんとした作品的な形でね、作っていきたいなと思っております。っていうか、これ、
話してる内容のところはあれか、あの、もうそこが出来終わってる後になるのでね、どうぞ見てください。言っときましょう。本当にちゃんと来てるから。今の作り始めたの、今帰ってきたところなんでね、っていうのがあります。で、その後、あの木崎に行ってきた時に買ったのが、あの木崎で買ったのが、じゃじゃんと。じゃじゃんとこの紙袋に入ってもおしゃれですよね。もうね、お店も本当おしゃれな感じでしたからね、あの、なんか、うちみたいなおっさんが入っていいのかなっていう感じでしたけど、まあ地元の人にもね、愛されてる感じの店でしたので、よかったです。で、あれだったら県外から来てもね、楽しめますよね、ああいう施設だったらね。うん。あの、お手洗いが綺麗って本当に大事。あの手のところ行くときって大体ね、まあお手洗いはね、まあ、まあ、ね、できれば OK っていうね、感じのところが多い中の、あの、もう最新のね、あのトイレがピタッと置いてあって、綺麗にあの管理されてましたんで、あれならもう大丈夫ですね。あの、若い女性の方とかがいても全然大丈夫でしょうということでね、今回は、この芋見てね、買ってきましたよ。現物まだ見せてなかったもんね。こんな感じらしいです。これはこれでね、また一回一本取ろうと思います。あの、どんなのか分かりませんのでね。そうそうそう。っていうことですね。まあ、あの、本当にやっぱこの金庫芋っていうのが、あの、こっちの方の特産でね、有名なんで、まあ、普段はね、どっちかというと干し芋に食べたりすることが多いらしいです。ちょうどね、実はこれ買った赤字にね、あの、また、あの、国分寺の、ね、あの、住職家に、あの、パッと、たまたまね、パッとお会いしたんでね、チラッと聞いたら、あの、徳さんでそういう欲しいものに食べたりするんですよってね、チラッと教えていただいたりとかもありましたんで、いやいやいや、本当に、地元に来いちゃって、ずっとね、いいですね。これは何だ、ヨーグルトにかけたりとか、なるほどな。プリンとか、まあ、いわゆるメープルシロップみたいな感じで使ったらいいのかな、っていう感じですね。でも、確かに、芋って甘いんだから、あれをね、そうだ、見てみるって、それ、できることになるのかな。でも、考えてみたらなかったよね、ということでね。これを、ちょっと楽しみにしましょう。島だけに、しましょう。お後がよろしいです。こんな感じのパンフレットもいただきます。これもね、いろんな商品があります。ホームページがあるのかな？ありそうですね。こんな感じだと、ホームページもありそうなんで、またリンクで概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。で、あとは、大王崎に行った時に買ってきたのが、うん。これね、アジの開き。あの、干物屋さんがいっぱい売ってましたよね。でね、ああいう時に干物屋さんに、まあ確かに買ってもらえるんですけど、大体ね、あの、相場の話をとかね、なんかあれですけどね、やっぱね、近くにある、あの、スーパーがあったら、スーパーの方が安かったりしますよね。で、わからない。でもパッと見ておったら、なんかね、一杯600円とかそれくらいで売っておったかなっていう、600円から800円くらいで売っておったかなと思いますんで、で、これやったら、まあ、小分けになっとるからっていうのもあると思います。240円でね、まあ、一人暮らしなんで逆にこっちの方がね、ありがたいで、いうことで、120円やからね、普通、安い。で、これちゃんと、自分のね、金住商店さんっていう、大王町のなきり、ね、2358円になってますから、思いっきし、あの、ちょうど、あのあたりですよね、あの、ちょうど私の岬のところにある、ところで、のやつを買ってきましたよ。これはちょっとね、また明日の朝の方にいただこうと思います。で、あとは、まあまあまあ、海産物系だと、これ、牛トラの肉はね、単純に私、牛トラの肉はね、なんか、うめえんだよな。それ好きなんで、単純に、自家を買ってきましたよ。で、あとはね、なんか、豆腐が安かった78円だったかで、売ってたんですけど、88円だったっけ、78円だったっけ、これは東京納豆って売ってるんですね。で、しかもね、これ東京のやつかと思ったら、まさか東京納豆って言った。取り留めがねえなと思ったんですけど、一応ね、作ってるのはまさからしいです。奥の食品さんってところが作ってるらしいですけど、大黒田にあるらしい。知らんかった。東京納豆。糸納豆ではなく、東京でしたんやなっていうね。まさかと東京なんて、もうどんな割があるんやって言おうと思ったけど、考えてみたら、まさかの日本橋の三越を作ったのが三井高利さんですからね。もう一気に東京の経済させまくった人ですからね。それまさかの久しぶりにやから、全然言われはあるわということなんですけどね。まあ、それかもわかりませんけど、東京なんとっていう、あとはありますよ。ね、あとはね、なんかこれはね、キムチの対象、ちょっとね、あの、半額シールが貼ってあるんであれなんですけど、あの半額でね、199円ってめっちゃ安くなっておったんでね、買ってみました。塩、めくろうかな、取れるかな。
大体半額シールってね、勝手に貼って別の商品にピタッと貼ってね、不正できないようにね、簡単に取れないようになってるんですけど、ちょっとやっぱ破れちゃうな。それは、形状でいいのかな、形状かな、多分あれですよね。ソウルの昔の名前が、これでケジョンでしたっけとかっていうね。何ですかね。ジョーは、ヤンか。ヤンですから、ケイヤかな、うん、ちょっと忘れましたけど、あれですよね。ケーキ道とかって使ったりします。そういうような感じで。確か、ソウルの昔の名前が、ケジョンですよね。で、そこの名前を使ってるという、気持ちらしいですけど、これもね、島市らしいです。島市の伏せだって、島っていうか伏せだってなってますんで、の焼肉屋さんがあるらしくて、そこの、キムチが特産ってなってるんで、まあ地元のやつやなってるんでね、安かったし、ね、感覚で安くなると思ったんで、よし、これはちょっと買ってね、キムチご飯でいただくじゃないかというわけでございますね。といったあたりを買ってきましたよと。他にはね、道中でね、紹介した、まあ、お弁当があったりだとかね、いろいろとありましたけど、まあ、こんな感じでね、行ってきました。ということでね、まあ、結局、浜島カントリークラブと、リゾート施設、ね、ウガタを2つちょっと残してきて、まあ、というか、行っても何もすることないんでね、多分、島津村みたいに、前見て、あ、ここらしいですね、帰ってくだけだと思いますけど、ね、ここにするわけでもないですからね。まさに入荷するわけでもないはずですんで、っていうことでしょう。で、あとは、伊勢の、あれね、猿田彦神社と、猿田彦神社は前は通ったことありますよね。で、長江館か。これもまたちょっと改めて今年中に行きましょう。で、あとは、あそこだ、伊賀までは行っときたいのかな。伊賀のね、伊賀じゃない、あれ、通貨、青山公園ね。あ、でもね、青山高原のその三角点とかがあるのは多分伊賀市の、ちょうどあそこが市境なんで、になってると思いますんで、あそこに行って、一応三重県のね、その名所案内で、でね、あ、パンバリアスのところは、続けるのかなと思ってます。まあ、今年中にぼちぼちとまた行って、高速でね、今回の動画に、と、また別シリーズって形はすると思いますけど、リベンジって形でね、やっていきたいと思います。ということでね、まあ一応この動画なので、まあ言うてね、いろんな出会いがあって、まあ、で、展望台とかもね、綺麗な景色見れますからね、これは結構今回見なかったね。30回分ぐらい撮れるかね、どうかな、どうというの移動か、そんなに喋ってないんで、やっぱ疲れがね、残ってますんでね、仕事の疲れが残ってる考えでありますんでね、まあ、その辺りとかもちょっと兼ね合いを考えながらも、まあちょっとね、作っていきたいなと思ってます。で、またこれ多分年末年始またぐと思いますんで、あとその残りか、残り行ってきたやつをこの後また行ってくると思うんで、それでまあ多分年末年始過ごして、っていうような形になると思いますので、またよろしければね、で年末にまたどんどんちょっと一発ね、動画撮ってこいと思いますのでね、よろしければまたお楽しみにしていただければと思います。ということでね、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思いますけども、ご視聴ありがとうございました。